のを防がれた。みんな来てるよ。そんなに引っ張らないでよ、ネプギア。うーん、太陽が黄色い、頭がクラクラする。とか言いつつ、ブラも目の下にクマ。これはどうせ遅くまでラノベでも書いていたのです。モンスターの先があるみたいよ。どうしよう。先に進んでみる？気になるし、進んでみましょう。うん、そうだね。じゃあみんなで行こっか。先に行っていいかな？何も出て、強敵だけど、いつもみたいに戦えば大丈夫。攻撃をコンボでつなげて敵を掃討するわ。いっぱい攻撃して倒しちゃうよ。コンボをつなげて横殴りよ。戦闘中もリーダーを切り替えられるぞ。ロムちゃんと私もやる。遠慮なくちょうだい。二人でリーダー。攻撃中にリーダーを変えてくれたら、その敵引き継ぐよ。そうね、私たち先生見せてやろうじゃない。みんなで順番に叩いちゃおう。うん、頼りにしてるね。厄介な敵ね。なんとか体勢でも崩せないかしら。大技の出番の予感。タクティカルスキル。強力な攻撃でスババーンとやっちゃうわよ。サポートしたりもできるから使い分けていこうね。タクティカルスキルを使うたびにクールタイムがあるから気をつけて。じゃあ使いたい時に使えないかもしれないよね。使える時に使わない方がもったいないわよ。戦いに体を慣れさせて行動力を増やしていきましょう。まだ許さないよ。
行きます。ここが最後の部屋か。条件が満たされました。これより覚醒プロセスを開始します。ちょっとネプギア、なんで起動してんのよ。私何もしてないよ。ただちょっとカプセルに触っただけ。警告警告、未登録者のカプセルへの接触を確認。整備システム稼働、脅威を排除、実行。Thank you.
しません。決めます。ミラージュダンス決めます。ミラージュダンス決めます。ミラージュダンス。ひとまず安心ですね。女神化溶けちゃいましたね。